どうも皆さん、はじめまして、ベジマッチョです。僕はですね、ベジンジャーズの、インスタの中の人として活躍させていただいているんですが、本日はですね、ベジンジャーズメンバーのうちの一人がですね、まあ、ブランドをやっておりまして、その5周年パーティーをやってるので、ちょっと取材したいなと思って、もう日本のど真ん中、原宿にやってきました。早速ですが、ちょっと中に行ってみますか。それではレッツゴー。早速ですが中に潜入完了しました。ただですね、見ていただくと分かる通り、人がたくさんいてですね、ベジンジャーズの今日会いたい人がですね、なかなか捕まらない。皆さん、どこにいらっしゃるか分かりましたかね。ちょっとだけ待ってみようかなと思います。ベジンジャーズのメンバーの一人がそろそろ手が空きそうなので、ちょっと突撃させていただこうかなと思います。さあ行きます。すいません、こちらの方いいですかね、はい、ありがとうございます。ちょっとついてるかどうかだけ。ついてますね、ありがとうございます。いきなりですか、皆さんに自己紹介まずしていただいてもいいですか。ベジンジャーズのどなたでしたっけ。女子サッカー選手の柏野美優と申します。皆さん、お待たせしました。ベジンジャーズの女子サッカー選手、柏野美優さんです。はい、今日ちょっとイベントにお邪魔させていただいているんですが、はい、ありがとうございます。これどんなイベントなのか、ちょっと皆さんにご紹介していただいてもいいですか。はい、ですね、私5年前にアパレルのブランドを立ち上げまして、はいはい、デザインの今お仕事も並行してやらせている中で、もともとアートと触れる機会が多かったっていうのもあって、なるほど、アパレルのブランドを、まあ、簡単に言うと社会貢献型アパレルブランドというふうに歌わせていただいてるんですけど、はい、いろんな社会貢献団体さんとかとコラボをさせていただきながら、その売り上げを都度、その団体さんと、相談をして、はい、何に当てようかとか、どんな寄付をしようかとか、なるほど、どこにっていうよりはちゃんと話し合った上で、納得した上で寄付をするっていう活動を、ちょうど今年で5年目を迎えまして。素晴らしいですね。そうなんです。で、今日5周年記念、5周年記念、5周年記念、はい、ポップアップストアということで、原宿のこの素晴らしい施設でをお借りして、やらせていただきました。やらせていただいてます。はい、そんな素晴らしいですね、5周年記念パーティーにですね、ベジンジャーズの中の人がですね、お邪魔させていただいているんですが、はい、このイベント、少しもしよかったら一緒に回りながら説明なんかしていただけたりしますか。もちろんです。ぜひお願いします。はい、ですね、まずは私が描いた、アートなんですけど、これベジンジャーズの拓郎さん、はいはいはい、拓郎さん、うん、拓郎さんのチームのクボタスピアーズとコラボをしまして、ビーチクリーンのね、活動をクボタが率先して選手たちがやってるみたいで、はいはいはい、そこにTシャツを作りたいっていうので、オリジナルでデザインをしてほしいって言われて、はい、でちょうどその時に私がこれをちょっと描いてて、絶対これだと思って、で描いてもらったのがきっかけ。なるほど、はい、これミュウさん描いて、そう、私が描いた、クボタスピアーズのゴミ拾いチームというか、そうそうそう、全員選手なんだけどね、ゴミ拾いチームは、そう、選手が率先して、なるほど、これを着ながらビーチクリーンをして、素敵っすね、すごい素敵だよね。いや、ぜひね、拓郎さんなんかもここら辺に出していただきながらですね、誰かが確認していただけたらなと思います。はい、ぜひぜひ、はい、続いては、本来こう多分洋服ってシーズンがあるからシルエットとかが変わるのね、はいはいはい、そういう時にもう本当に何億着っていうのが、大体アパレル業界とかって
破棄に回るっていうのが、まあ、現状、まあ、どんどん良くはなっていってるんだけど、はい、ただその破棄になる手前でちょっと待ったって言ってちょっとそのお安く回収させていただけませんかっていうことで今回あの真っさらな状態で、あ、そう、これ全部捨てられる前の、そうなんだよ、なんでって感じでしょ、知らなかった、そうなの、なんでって感じなのよ、うん、だってこんなの使えるし、そうですよね、そうで、これどうなるのって言ったら燃やされて終わるわけ、悲しいね、悲しいよね、めっちゃ悲しいよね、そうだからちょっと待ったでしょ、待ってですね、そう、確かアパレルってその地球の環境問題的に言うと結構すごい、すごい産業的には第2位ですもんね、うん、そうだね、あのすっごい量の水も使うし、はいはい、まあ、あの今回ね白だからあれだけどこっちの黒とかはさやっぱあのいろんなカラーを入れることによって塗料も使われるでしょ、なるほど、でそれがやっぱ川に流れて下水道から川に流れて海に流れてってなったら、はいはい、やっぱりね塗料は自然のものじゃなくて化学のものだったりするから、うん、なんかそう考えたらね、まあ、どんどん海洋汚染にもつながるしっていうところにもあるし、うんうん、でまあもちろん燃やされたら破棄になるしっていう全部のこのサイクルがね、うん、あのつながってるなって思うから、なるほどね、そうだから私はあんまり新しいものを作るっていうことに関しては結構アパレルをやっていながらこう売り出すっていうのがやっぱり心地よくはなくて、だからこそこういうものを燃やされる前に新しく、まあ、一生かけて着ようよっていうのをやってます。素敵ですね、ありがとうございます。そんな環境問題を止めるというか、まあ、待ったとこう一声かけるような運動をしているブランドということですね、そうですね、はい、なるほどなるほど、次にちょっとずつ見て回っていきましょうか、はいはい、次こっちのコーナーなんですが、これは何ですか？ズームしてください。これはね、キーチェーンなの。キーチェーンなんだけど、はい、シンバル。シンバル、あのドラムに使われてるシンバルって、うんうん、あのこう足を踏むときにパシンパシンってなる。よくありますよね。それがリハーサルでスタジオによく置いてあるので、あの角にやっぱ使われることによってひび割れとかが起きちゃうね。で、それどうすんのって言ったら、まあもちろん破棄。また破棄ですね。ここでまた捨てちゃう。そう、また捨てちゃうのよ。なるほどね。そう、それで今回そのアーティストの、はいはいはい、マオトが、まあ、うん、ドラマーでもあるマオトが磨きをかけてしっかりヤスリを使ってくれて、でこのようにおしゃれに、刻印をちょっと見づらいんだけどツインズっていう、ツインズって入ってるね。そうそうそう、入れてミューのブランドとコラボして、はい、コラボして、まあ、もうぴったりだなと思って、確かに確かにね、時代にもそうだし私たちのコンセプトにもぴったりだなと思って、うんうんうん、で、あの全部あの刻印の種類も違うし、それこそこれにはあれですもんね、もう今までいろんな人の音が刻まれてるってことですもんね。そうそうそう、ナイスな表現、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね、音をまた一つずつ奏でながら磨き上げて、しっかりいい音も出るし、これもまたこれがまた ね、何千何万人って叩かれたそうシンバルが奏でる音、皆さんこれつけてれば絶対鍵なくさないですから、こんな素敵なチャリーンって言ってね、メロディーを聞き逃すわけはないと。じゃあその横にあるこのスイーツ、はい、ぜひちょっとご紹介していただけたらなと思うんですが、はい、もしよろしければ来ていただいて、はい、今回ねやっぱあの環境問題とベジンジャーズも共通して言うのはプラントベースビーガンっていうところなんだけど、やっぱその菜食でみんながこう体を鍛えたりとかしてるのってどうなのっていうところからも、まあ、いろんな意見があるかと思うけど、私たちはそれを、まあ、自分の体にもちろん合ってると思うし、まあ、なんかそこにまあ、あのおいおい分かってくるとは思うけど、環境問題も直につながってるっていうので、私はそこもプラスパフォーマンスも上がっちゃうっていう、なるほど、素晴らしいこのね連携が、はい、食べ物には備わってるなっていうの で去年もポップアップをさせていただいてたけど、去年も一緒に美佐子さんとコラボをさせてもらって、パティシエの美佐子さん、
まして。初めまして。ぜひちょっと自己紹介を、ね、自己紹介してもらいたい。自分の体調とかをきっかけに、グルテンフリーのお菓子を作り始めてて、あとはアレルギーのお子さんの方をきっかけにヴィーガンのお菓子を作ることになりました、うん、そうだよね。アレルギーにも関係するよね。例えばどんなものがありますか。例えば卵とか牛乳とか生クリームとか、うんうん、使わないで作ってほしいって依頼があって、そこから始まりました。そうだよね。奥深く行くともっとそういうなんていうの、誰でも食べれるじゃないけど、その人類が調和できるっていう言い方が、すごいいいよね。ありがとうございます。ミュートはどうやったの。あのね、みさこさんが働いてるスカイハイっていうカフェがあるんだけど、はいはい、そこに私がランニングステーションとしてそこに行ったのがきっかけで、スイーツが美味しすぎて、で全部みさこさんが作ってるものだから、全部そのお店もね、スカイハイっていうね、表参道にあるお店なので、皆さんぜひ行ってください。お願いします。はい、そうなんです。もう素晴らしいスイーツを、はい、作っております。です。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そんな素敵なスイーツのブランド、はい、ミルコさん、ミルコさんです。ぜひチェックしてください。はい、お願いします。じゃ最後に、版画コーナーちょっと見てもらいましょうかね、はいはい、ぜひぜひ。今ちょうどやってるね。ちょうどやってますね。お邪魔します。お邪魔します。はい、ここはどんなコーナーですか。ですね、さっき廃棄になる前に回収したシャツがあるって言ったじゃない、はいはい、あれをアーティストのまさきが、はいはい、ツインズのインスピレーションを、感じ取って、実際にこのようなデザインをツインズオリジナルのまさぴのデザインとか、あと後ろのバックプリントね、バックプリントとか、これを実際に版にして今直接塗ってくれています。かっこいいですね。またこれで新しい私たちのリズムを乗っけていくと。そう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 、あー、いいですね、いつもありがとう。ありがとうございます。もう本当に温かい空間で囲まれてツインズは出来上がっているというのをね、見てもらったら分かる、感じ取れると思うんだけど、ね、本当に家族なのみんな。本当にここで出店してる方もそうだし、来ていただいてる方もね、見てると本当にファミリーのようにみんな接して、温かい方が多いなっていう印象は受けますよね。本当にそうなんです。ありがとうございます。そんなもないです。そんなね、ファミリーで一番大きなアースマザーのような、アースマザーのようなアキさん、ちょっとアキさんもいらっしゃいますしね。アキさん、よかったら親愛なるミユが登場する YouTube にちょっとだけ出ていただけたら。ありがとうございます。こんにちは。これマイクか。マイク。かわいいねんけど。はじめまして、アキです。大阪を中心にアースリズムマーケットっていう、SDGs に特化した、地球に恩返しプロジェクトというマーケットのオーガナイズをしてます。代表してます、はい、とマネージャーもしてくれてます。今日おめでとうございます。ありがとうございます。誕生日もだし、ツインズの5周年もだし、そうだね、すごい。継続していくのは本当すごい、やっぱ継続するアパレルって、やっぱ継続するの難しいって言われてるけど、その私はアパレルがやりたいわけじゃないし、こうアパレルを通して新たなものをこうリユースだったりリサイクルできるようなものを伝えていく、その裏にある社会背景みたいなのを伝えていきたいっていうものがあって、やっているっていうのもあるから、なんでじゃあアパレルやってるのってなった時に、こういう使い方もあるんだよっていうのを、それを例えばアパレル産業の方が気づいてくれたりしたら、あ、そういう取り組みをしてみようとか、何かの一歩になるんじゃないかなと思って、今もやっぱ継続することが大事だなって思ってるので、今も続けさせていただいてます。はい、素晴らしいです。本当に素晴らしいです。私の教祖様です。そんなことないです。そうなんです。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。
次ありがとうございます。教祖様のアキさんでした、はい、そうです、アキさんでした。ありがとうございます。最後ちょっと外に出てお話だけお伺いできたらなと思うんですが、はい、いいですか。一旦 CM です。皆さん、なんとブレイキングニュースです。ベジンジャーズのメンバーがですね、駆けつけてくれました。お名前をお伺いしてもいいですか。一ノ瀬芽衣です。何やられてる方ですか。何やってるか何やってたか。何やってたか。水泳やってました。はい、そんな一ノ瀬芽衣さんがですね、今日ははるばるなんと駆けつけてくれました。めちゃくちゃ爆笑しておりますね。彼女の一つの魅力はですね、こう皆さんを笑顔にしてくれるこの笑顔ですね、もうぜひスクショしてスクリーン画面にセットしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、それではですね、皆さん外に出てきたわけですが、何しようか。素晴らしいギャラリーですね、やっぱね。いやー、ね、本当にやっぱ愛ってすごいなと思います。あ、結局、はいはい、多分愛があれば揉め事も起きないし、なんかそれが全部の世界平和につながるんだろうなってすごい思う。なんかちょっとしたことで口論になって、それが戦争になったりしてるわけじゃん。確かにね。だけど、はいはい、全て愛で解決するんじゃないかなって、すごい単純なことだけど、それができない社会になりつつあるっていうのはやっぱ実感してるからこそ、これをする意味があるっていうのは感じます、すごく、うんうんうんね。さっきアパレルブランドがやりたいわけじゃないって言ってたけど、うん、そういったこうミューが社会に対して感じている、まあ、疑問だったりだとか、うん、こんなメッセージ広がってほしいなっていうのを、まあ、うん、ツインズっていうアパレルだったりとか、こういった場を設けることで関わった人たちにちょっとずつ伝えているって、うん、はい、素敵ですね。次はなんかイベントとかやってたりとか、うん、もしくはなんかこういったアパレル、うん、ツインズのやつ買いたいなとかって人は、うん、なんかそうだね、問い合わせる先とかあるんですか。一応、インスタグラムアットマークツインズアンダーバージャパン、はいはいはい、で、全ての URL が載っております。私たちの思いとか、うんうん、が全て載ってるし、イベントとかはあんまり多くはしてなくて、あとは新作もそこまで出してはない、うん、それはそういう思いがあってなので、うんうん、もし本当に購入をしたいっていう方がいらっしゃったら、そこに寄り添って私に直接 DM を送ってもらってももちろん対応しますし。なるほど。なんかそれぞれの思いの形をそれぞれ一人一人に描けたらいいなと思うので、そこから問い合わせいただければと思います。わかりました。はい、ぜひですね、ツインズの思いに共感した人、はい、もしくは何か一緒にこれから素敵なメロディーを叶えていきたい人はですね、ぜひツインズのインスタグラムまでですね、はい、お問い合わせいただけたらなと思います、はい、最後に皆さんに一言いただいて終わりにしようかなと思います、はい、ぜひ一言カメラに向かってお願いします。やはりね、ベイジンジャーズから始まってる、まあ、この会でもあるし、このみんなのつながりでもあるので、私はそのベジンジャーを通じてみんなのこう良さだったり、こういうものもあるし、もちろんみんなアスリートだからね、うん、食っていうところでもっともっと発信をしていけたら嬉しいなって思うので、ベジンジャーをもっと広げるためにもみんなで協力し合って、この世界が平和になったらいいなって思います。なので今日はインタビューいただいたナイスガイナベジマッチョに拍手をお願いします。そしてミューにも拍手をお願いしますありがとうございました。ありがとうございます。皆さんありがとうございました。ベジンジャーズのサッカー女子選手、柏のミューさんでした。ありがとうございます。イエーイ、イエーイ。皆さんぜひですね、こちらからベジンジャーズのチャンネル登録、そして高評価お待ちしております。また何か聞きたいことなどあったらですね、ぜひぜひコメント欄にたくさんコメントください。もう一個ずつ愛を込めて返信させていただきますので、
皆さんのコメントお待ちしております。ありがとうございました。チャオ。